こんにちは、部長です。カルカソンヌソロプレイ3番勝負第2戦、今回もやっていきたいと思います。第1戦目にカルカソンヌの簡単なルールをご紹介してからプレイに入ってますので、まだねカルカソンヌよくわからないよっていう方については第1戦からご覧になっていただけるといいかと思います。では第2戦は城壁の中に町を作るというルールでプレイしていきます。ルールは準備をしながら説明していきたいと思いますので、まず横に7枚、縦に6枚の城壁を作っていきます。城壁はこのスタートのタイルを除いたこの中から7枚6枚7枚6枚なので26枚分タイルをまず置いていきます。これもランダムで置いていきますね。でこのように7枚6枚7枚6枚というふうにタイルを置いたら、このねスタートタイルを下の7枚の真ん中のところに接するように置きます。そして1枚目のタイルをここにこの反対側の上段の7枚目の真ん中に置きます。ここからは自由に置いていって構いません。で、こういった制限がある中で何点取れるでしょうかということを競っていきます。で、もし置けなくなった場合ですが、この4つ角、1、2、3、4、4つ角に置けなかったタイルをこんな感じで置いて、でこの時点でさらに置けなくなったらゲームが終了、もしくはここ全てをね綺麗に埋められたらゲーム終了となります。もしこの城壁の中に綺麗に全てタイルを埋めることができたならばボーナスとして15点最後にプラスすることができます。一つのミープルはまたゼロのところに置いて、使えるミープルはね一緒ですね。で一度ねここもねシャッフルしてからスタートしたいと思います。で今回の城の中に町を作るというルールについては前回第一戦と同様に興味さんというブログの中で BGG ボードゲームギークという世界最大のボードゲームのポータルサイトで掲示板にねファンの方が作って書き込まれてた、ファンメイドのルールなんですけれども、それをね興味さんのブログでご紹介されていたものを紹介するという形でプレイしていくんですが、で自分はこの練習をした時に130点オーバーを出すことができました。まあちょっとねかなりやってて、引き運が良かったなっていうのは感じるので115点ぐらいか、115点にしましょう。はい、115点を、オーバーしたら勝ちということにしましょう。まあ1戦目ね負けたんでね、多少甘くしてますじゃないとね3戦目消化試合になっちゃうんでねはい、目標は115点です、完全に大人の事情ですね。はい、ということでじゃあプレイしていきたいと思います。じゃあまず1枚目ですね。1枚目は必ずここにこの反対側の真ん中に置きます。1枚目、おっと道ですね。こうするともう未完成になっちゃうんで、こっち向きにしておきましょうか。ミープルはまだ置かないでおきましょう。さあじゃあここからはもう自由に置けます。
そうですね。どうしようかな。ここ閉めちゃうのは早いかな。まず一回こう行って、都市にね、置きましょうか。はい。では、こうしようかな。こうして、一応ね、行き止まりだけ作っておきましょうか。まあ、余裕あるんで、道に、この道のここですね。で、こっちとつながるように置きます。はい。まあ、そうですね。ここに置くしかないかな。広がりますね。こっち向き。それかこう、あんまりね、一つにくっつけたくはないかな。ミープル余裕があるんでね、こっち向きにしてみようかな。で、ここは都市に置きましょう。ここ置けないもんな。こっちかな。どっちでも良さそうですね。まあ、こうやっておきましょうか。で、ミープルここにあるんで、ここは全部ね、自分のものになるので、新たに置く必要ないですね。はい。これはここに置きましょうか。ね。そうして、道に置くか。まあ、まだいいかな、道は。はい。うわ、やばい。やばいのが出ちゃったな。ここに置くとまあつながるんですけど、あんまりつながるメリットがなくて、こっちかな。そうするとここにね、置ける制限が出ちゃうのがちょっと気になるな。じゃあまあここにしとこっか。盾ついてるんでね、2個分なのはいいんですけど、閉じたいな、できればな。はい、あ、閉じれる。閉じれるけど、ここには置けないんですよね。ここか、まあ、こっちかですね。こっち側は、あんまり大きくしたくないから、こっち。でも、ここに入れるの難しいかな。まあ、そしたら、ここにしようかな。ここにしましょう。はい、じゃあ次。はい。ではここに置こうかな。いや、どうだろうな。こっちにした方がいいかな。ここがね、だんだん置くの辛くなってくるんですよね。まあ、こっちでいっか。このままにしましょう。道もいいですね。ほい。これは？ここには置けないですね。道がつながらないのでね。こう、あ、ここも草原になっちゃうのか。一応こうは置けますね。じゃあこっちは置けない。どうしようかな。まあ、ここをね、はめといた方が多分いいとは思うんで。ここに置きましょうか。ちょっと道長くなってきたので、1個ここの道に置きます。ほい。そろそろ閉めたいですが、ここかな？こう、カーブがまああるといいんですけど、ここに置きましょうかね。これどうしようかな。こう閉まってくれるといいんだけどな。はい。あ、カーブだ。カーブが欲しかった。欲しかった。ここに入れるか、まあ、こっちに入れてこうくるっと回すかですけど、まあ、こっちの方がいいかな。はい。蓋だ。
蓋だけど蓋が閉められない、こう斜めのね形か、こう2つあるのがあるんですよね。ここに置くと、都市に置くともう閉められないので、もうこのミープルは帰ってこないんですよね。まあそれかもうちょっとこっちにも伸ばせるのでこうしとこうかな。はい、どうする、これはこれだともう確実にね置けるものが縛られちゃうんで、こうしようかな。こうして、置くか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 。いやー、なかなか完成に至らないですね。道は本当はここにつなぎたいですけどね。ここがな、制限されちゃうんで。あ、ここが道だな。じゃあここにしようか。はい、次。ここは置けないな。じゃあ一回ね、完成させてミープルを回収しましょう。都市は完成したら2点、タイルが2枚なので2人が4、4点ですね。4点。はい。おお、来た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 、これですね。これが欲しかった。でここに置くと、でかい都市が。これで完成ですね。こうずーっと。で、ここもつながっていることになるので、完成 しました。先にミープルを片付けましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11×2点で22点で、今4なので26になります。いいですね。ちょっとミープルね、4人戻ってきたんで余裕が出てきましたよ。はい、これもどっか欲しかったんじゃないかな。とここで行き止まりにして、これもミープルを回収するのもありだし、地に置いても良さそうだけど、ここに置くのもいいかな。あ、ここにしようかな。道はタイル1枚につき1点なので、1、2、3、4、5点ですね。31。ちょっと余裕がありますね。はい。蓋が閉まりますけども、ここ閉めるかな。そうだね。こっち閉めた方がいいね。で、ここに置いて即時に完成なので、2点 ×2 枚なので4点、35。それからと十字路は一応置けますね。ここでもいいし、ここダメだな。ここかこっちでもいいけどね。どっちがいいかな。ここにしようかな。あんまりね、ここはもう少し何かできればいいなと思うし、ここにしちゃうとね、草原がうまく広がらないかもしれない。こっちにしよう。で、ここに置いて即座に回収で2点ですね。37。さあ、これはどうなる？置けそうなところは、ここぐらいかな。まあ一応他もこの辺も置けなくはないんですけど、こっち向き、これは割とありかもしれんな。こっち向きに置いて、でちょっと分かりづらいですけど、この草原に置きます。草原はね、横に倒しておくんですけど、そうすると道だとここがまず境界線なのと、ここが今ね境界線なんですけど、1、2、3箇所は完成してますね。
また似たようなのが出てきましたが、ここにくっつけて大丈夫かな。あ、良さそうだな。あ、じゃあここにくっつけよう。で、ここにくっつけて都市に置いて即座に完成したので戻ってきて、2人が4で4点なので37だから41点ですね。なかなか順調そうな感じがするのは気のせいかな。ほい、これ置くとこあるか。一応ここ置けるか。ここ置きましょうかね。他はないもんね、置けるとこ。一応はこれ、あ、置けないな。もう置けないな。ここがいいかな。そうするとね、最終得点計算の時にまた2点増えることになりますね。あのゲーム終了時は、都市は1枚につき1点になるので、それがね、シールドがついてるので2回分ですね。